国際サッカー連盟、FIFA は25日、サッカー界の年間ベッドゴールに贈られる、FIFA プスカシュ賞の候補とる11ゴールを発表した。今シーズンの欧州サ、ワダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料、試し実施中、トッテナムの韓国代表 FW、ソン・フ・ミンが、昨年12月7日に行われた、プレミアリーグ16節のバーンリー戦で記録したゴールものみと、自陣から約70メートルを独走した8人抜きルであり、昨季のプレミアリーグベスト5ルにも選出された1点だった。韓国人選手のプカシュ賞ノミネートは初。2016年にはマレーシア表の MF モードファイズスブリがアジアの手として初めて同賞を受賞しており、ソン・ミンが受賞すれば、アジア二人目となる。バルロナのウルグアイ代表 FW、ルイス・スアレス、ウツツ、トレティコ・マドリードがマジョルカとの合わせで決めた技ありヒールキック弾も、候補入、女子選手によるゴールも3点ノミネートされ、いる。プスカシュ賞の受賞者は、FIFA、ザ・ベストの賞受賞者と共に、今年12月17日に開かれるセレ、2位で発表される予定。ノミネート選手はも、の通り、括弧内は、国籍、ゴールを決めた、際の、チーム、シャーリー・クルス、コスタリカ、コスタリ、女子五輪代表ジョルジアンでアラスカ、タ、ウルグアイ、フラメンゴ・ジョーダン・フロ、レス、イングランド、ダンドーク・アンドレ・ピエ、ル・ジニャック、フランス、ティグレス・ソフィ、イングル、ウェールズ、チェルシー・ジョシズ・ラ・コ、ユヌゾビッチ、オーストリア、レッドブル、ザルツブルク・フロム・フォケカナ、南アフリ、マメロディ・サンダウンズ・ソン・フンミン、国、トッテナム・レオネル・キニョネス、エクア、ル、CSD ・マカラ・ルイス・スワレス、ウルグアイ、バル、ロナ、キャロライン・ウィア、スコットランド、ウンチェスター・シティ女子、リョー。